杉咲花、アンメット最終話で、最高 6.8% 今日はまた、明日につながらなくなってしまうのか。杉咲花、26、が主演を務める、カンテレフジテレビ系、アンメットある、脳外科医の日記。月曜午後10時の最終話が24日に放送され、平均世帯視聴率が 6.8%、関東地区だったことが25日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率 3.9%。第1話は、平均世帯 6.0%、個人 3.2%。第2話は、平均世帯 5.7%、個人 3.1%。第3話は、平均世帯 5.7%、個人 3.1%。第4話は、平均世帯 5.4%、個人 3.0%。第5話は、平均世帯 5.6%、個人 3.0%。第6話は、平均世帯 5.8%、個人 3.0%。第7話は、平均世帯 6.0%、個人 3.2%。第8話は、平均世帯 6.2%、個人 3.5%。第9話は、平均世帯 6.3%、個人 3.5%。第10話は、平均世帯 6.4%、個人 3.5% だった。最終話あらすじ。みやび、杉咲が激しい頭痛に襲われ、倒れた。検査の結果、再発が認められ、このまま症状が進めば、意識障害が出る可能性も高い。脳梗塞が完成して、命に関わるのも、時間の問題という、切迫した状況に。三部、若葉は、すでに数時間しか記憶が持たなくなっているみやびに、これ以上症状が進行するようなら、手術を任せてほしいと伝えるが、みやびの意志は固く、やはり手術はしないという。諦めきれない三部は、限られた時間で、ノーマンズランドの 0.5 ミリ以下の血管を、吻合できるよう練習に没頭。しかし、みやびの気持ちを察した、つばた、よしせみちこから、彼女が望んでいることをしてあげてと言われ、あることを決意する。過去2年間の記憶を失い、今日のことも明日には忘れてしまう。記憶障害という重い障害を抱えながらも、毎日綴る日記を頼りに明るく前向きに生き、多くの患者に寄り添ってきたみやび。彼女の今日はまた明日につながらなくなってしまうのか。命の危機に瀕するみやびと、彼女を救おうとする三亀。二人を待ち受ける未来は、